いや右と言ってましたね。右でもあれ左曲がってよかったよ、あの時は。いや、右の方が早いらしい。左違ったらしいっすよ。左で行き止まり。でも10分縮まったりとかね、あれで。いやいや、それ行き止まりと違う。多分騙されてます、うん、ほんまに。右曲がってた方が正解。あれ、タクシーの、うん、そうそうそう、ほんま。だから何か、なんかすごい、なんか焦ってて、あのスタッフさん、どうしたんですか。何すか、始まってんの。始まってんの。言うてよ、だから。いや、いつも何で言ってくれるんだろう。何でいつも言われてるの。今のやつ聞かれたらやばいよ。やばい、消される消されるって消されるやばい。赤いやつ言うてへんかった。大丈夫だ。大丈夫っす。だってこれ生でしょ。カット無理でしょ。大丈夫。やばい、やばい。あの話してないから。右って言っちゃったんじゃん。はい、そんな。あれは左。あれの。まあまあいいか。まあいい。うん。なんかまあ、よしろやばそうや。はい、はい。よし。あ、皆さんこんにちは。こんにちは。どうも。はい、本日、僕たちもね、こう6月17日から始まる、はい、ザ・リバイバルのツアーグッズが発売開始となりました。はい、今日から開始しましたか。はい、開始しました。はい、もうすでにちょっと売り切れなものも出てきてしまってるんです。もう今日発売やん。もう、だってまだ4時間しかない。あー、T シャツ売り切れだったらしいですね。そう、とかね。あ、でもこれもなんか売り切れだ。あと、カード。あ、そうなの。もう、あの、コンプリートセットが。マジで。ちょっと、タイム飲む、その、売り切れんの。もう売り切れでもさ、会場では出る。会場でも販売はしますから。会場はちゃんと確保します。あります、ね、ある可能性はある。ってことは今オンラインの枠が売り切れだってことですよね。オンラインの枠ちょっと増やしてもらえますか。増やしてもらいましょう。増える可能性あるんですかね。増える可能性は、再販の可能性はありまーす。すあります。すすん、どっちもいけるか。あ、もしもし、くまちゃんすん、いける言うて、くまちゃんいける言うて。じゃあ、で、会場でも買えるということで、はい、会場もちょっと今日は僕らからね、直接こう、はい、皆さんにお伝えできたらなと思っておりますよ。はい、じゃあまず張さんの一番近いところにあります、はい、T シャツですね、はい、こちら。これ今何してる、はい、こちらです。はい、こちら、はい、ツアーヒストリー T シャツ。今までの、ロゴね、はい、歴史あるロゴ、ツアーは、はい、PRLG から今までありますよ。前もこう、ジャスト。あの、オールラウンドロゴ懐かしいよね。そう、ね、これ、ね。よく見たら。あれ、あの、おしゃれですね。いいっすよね、あれね、並びでは。いいよ、これ。切れちゃう。日常でも切れちゃう。切れちゃうよ。切れちゃう。切れちゃう。ちゃうよ。フォトカードも売り切れだ。フォトカード、ね、そう。フォトカード。これも売り切れ。売り切れか。マジですごいな。で、次はもうやっぱ僕らのライブといえばタオルですか。はい、タオルで、はい、タオル行って。あ、これ逆だ。逆だ。こうだ、こうだ。売り切れてもらったら増やしてもらうの困りますな。はい、はい、ね。じゃあ、このように。まあ、今回もで、あの、ツアーで繋がるのかな、はい、繋がりましょうよ。盛り上がってますよ。繋がらずにはいられない。ちゃんとありますよ。繋がりましょうね。ということで、こちらのタオルもございます。はい。はい、はい。そして、リバイバルしました、今回。はい、2017年より。はい。はい、トートバッグ。いいよ。これはいい。これも使い勝手がいい、うん。何がいいって使い勝手がいい。うん。これいい。使い勝手がいい、ね。最近どうです皆さん、スーパー行くときはトートバッグ使います？当然、うん。使ってますよ。ね、はい、これも、あの、しかもね、こう、なんですか、町が。町が。町があれ。町やると助かるのよね。そうなんですね。ケチャップ。卵入れれるから。あ、そうね。うん。うん、あ、いつも卵なかったらこうなるよ。安定するもんな。ね、これがいい。やっぱ間違い。素晴らしい。使いやすい。オッケー。です。お願いします。続いてが、今年の2018年。はい。2018年より、割れやすいよ。ショルダーバッグ。ショルダーバッグ。はい。はい。こちらもね。これはもう懐かしい。前回はね、あの、黄色と黒と、あの、はい。ファンクラブのイベントで持ってきてる人めっちゃ多かった。多いよね。それでも今使ってる人多い。借りまきたから。これいいよ。ほんまに使い勝手いい。これ使い勝手がいい。なんか使い勝手がいい。はい、これはね、2018年よりリバイバルしました。いいね、このモノトーンクールでいいね。いいですよね、今回ちょっと大人になりました。ちょっと、でも10年もなりゃ、こっちも大人になりますよと。はい。でもそんな中でやんちゃ心を忘れてない、ドービー君。イエーイ。さあ、これ何、これ何かね、ガム踏んじゃってるの、これ。ガム踏んじゃって。ガム踏んじゃってます。ガム踏んじゃって。はい。ガム踏んでも可愛いです。箱がね、タイムマシンの。タイムマシン。言ってたね、これいいよ。おしゃれです。あの、やっぱね、みんな気づいてるかな、このサングラスの。ね、はい、はい、うん、ちなみに丸サングラスは過去に1回あるんですよ。あ、そうなんですね。はい、どのタイミングで？ね、あの夏の時に、あの寝転んでたんですか？はい、あれ浮世の時、あれ白の丸サングラスだったんですね。
っていうのがあるよっていうのでね、はい、懐かしさをちょっと出したっていうのもありましたね。マジで、はい、はい、そして、ちょっと売り切れ言ってましたけど、フォトカードね、これは見た方がいいんじゃないですか。そう、これ売り切れたの、これ売り切れてるんです。売り切れたらもうどうしようかね。会場でもあるのか。会場でもありますよ。よかった。で、これ1人3枚トラステにはあるんですか。キラキラしてる。トラステにはあるのかな。トラステにももうありません。もうないよ。ないんかな。いや、明日行くって人いる。なるほど、ね、ありますん、おそらくありますん。で、1枚がキラーカードになってますね、これ。これは、あの、3枚セットで売られてるんですよね。3枚セットで。ってことは、これ、まあ、GS が出るから、P 長が出るか、カズレが出るかっていうところはランダム。ランダム。はい。だけど、今回はなんと。なんと。全部セットが。全部セットも。ランダムじゃなくても、全部セットで欲しい人は、この6種類全部まとまったやつがあるということで。はい。コンプリセットがございます。うん、それは優しいです、ね。コンプリセットはやっぱ、買う、あの、皆さんにしても優しいですね。そうです。優しい。これは優しい、ドーベルマンインフィニティ。ありがとうございます。で、今回はメンバーそれぞれが、今までのアーシャー、そして、うん、それぞれの携帯の中から懐かしい1枚。うん、はい。そして、ライブでの、写真を、それぞれが選んで、はい、こうね、カードにしました。いいね、はい。で、1枚がキラーカードということでね。いいしてほしいなと思います。はい。そして続いては会場限定になります。あ、来ましたね。ワッペンキーホルダー。ワッペンキーホルダー。これもおしゃれよ。これは今は買えないと。これは今は買えないんだね。これは会場限定かな。会場だけで買わさせていただきます。実物見たのは今この配信が初めてだと。そうだね。これはもう、これはもう。なんだっけ、俺の記憶が正しければ、いいですか、ね、埼玉、京都。京都。埼玉、京都。埼玉、京都。東京、東京、大阪。いいね。名古屋、愛知、じゃあ名古屋、神奈川、愛知、そうだ、そうだ。でこっちが、FC 限定、そう、はい、DCX でございます。はい、はい、以上の、いい、あともう一個だね、はい、光るディーラー、はい、これは懐かしいよな、これは懐かしい、これはもうすごい懐かしいし、これ何年ぶりぐらいやったっけ、1年ぶり、1年です、毎年。ありがとうございます。はい。はい。ありがとうございます。定番で。定番でやっぱり必要です。これはやっぱ必要やからね。はい。まあ、うん。あの、どっかにぶつけて割れちゃったとかね。そうそう。うん、やっぱぶつけて。そう、でももうこれ、だってこのタイミングで買っとかないともしかしたら出ない可能性あるじゃないですか。そうですね。だけど、バージョンはね、持ってるんですよっていう人も中にいると思うんですよ。いるよ、ね。私考えました。はい。中身の電池だけ先使っちゃえばいいんですよ。ほう。ということなんですか。電池だけ先使っちゃえばいい。うん。というの。というの。いや、別に、これは別に残しときゃいいじゃないですか。これは。これはね。電池を？電池はすぐ使えるじゃないですか。あ、だから電池を買えと。電池を、だから別にこれは保存しといて、壊れたらまた使えばいいです。けど今すぐ使いたい人は電池だけ使ってくれれば。あ、だから予備を買えってこと。あ、そう。どういうこと？めちゃくちゃいい。めちゃめちゃいいな。めちゃくちゃ考えてんだけど。いや、持ってるから、持ってるからいらんって人は、電池を買うさいということで。電池を買う感覚。電池を買う感覚でいい。そうそう、電池を買う感覚で買っとけば。はいはい。すごいことになってるから。いや、でもこれはだってもう、これだって形も先出れへんかもしれないじゃないですか。確かに、先生だけどこれ買う理由がないって言われると。そうね、だって、だから先に電池だけ使っといてくれた。だって中の電池でもそれはそこまでやったらドーベルマインフィニティのロゴ入ってるはずっすもんね。入ってる。普通の電池。じゃあこれはでも皆さんのお家のメーカーで、ね。エアコンとかリモコンは多分これぐらいの電池だと思う。あ、そうね。だから電池だけ先使っていただいて、で、これは別にまあ今使ってるやつが潰れたり、なくなるから出して、その時にまた電池だけ買ってもらっていければいいわけですよ。ちょっと、ただストップ買っとけよって言ったら、新しいな。新しいな。新しいすごい回しで。あ、これ電池3本入ってたわ。3本いい。3本使います。そう、3本いいです。シュートだ。はい、おぉ、ありがとうございます。なるほど。今年も。未だに答え引っかかってないな。ありがとうございます。じゃあ今年もね、はい、楽しいツアーに。まずはリバイバルね。はい、リバイバルでこのようなグッズが、今日から発売開始になりましたので、はい、ソールドアウトのものもありますけども、またリストックがあるかもというのか、ソールドアウト注文は大至急やってくれるのかな、うんうん、でもちろん会場でも買えますので、はい、ぜひ、会場来てほしいよね。そうですね。そうね。会場限定もあることやし、はい、そうなんですよ、ね、だってまず初日がね、もう17日の月曜日大宮でありますから、はい、間もなく、はい、間もなくです、間もなくです。まあね、もう明日から6月突入ということで、はい、ザ・リバイバル、初日に近づいております、うん、はい、一緒にグッズも持って、楽しいライブしましょう、はい、欲しいわ。ということでドーベルマンインフィニティでした。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。じゃあ終わった言うてや、じゃあ終わった言うてや、終わった言うてや。でもあれ右曲がったっすよな、左の方が早かったよ。
いや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 い
っていつも普通でつけて、いや俺どっち使ってもつくと、カズキが、カズキ忘れがちだったもん。え、どっち使ってもっていうのは、いやどっち押しても温度になると思ってたけど、今あ、なりません？いや、ならへんねん、ほら。こっちは。こっちは消す専用や。え、こんなんでしたっけ？え、これじゃほら、こっちつける専用やねん。あ、そうなんだ。あれ、ポチほら。だから右、これ、右側押しても、右側押しても使えへん。いや、ほら、使えへん。いや、だからそれでしょ？初めて知ったでしょ？多分、もう。じゃあ、自然とだから多分その、あ、こっち使えへんから、こっちや。え、でも、多分やってんやん。わかりますよね。もうわかる。え、これ、よかった。逆によかった。逆に知ってもらえてよかった。そうか、そうか、そうか。知ってもらえてよかった。その道のプロやな。